はい、ニュースピアジェのお時間です。はい、ピアジェ代表のコマンドボリショイです。レオンです。はい、今日は7月15日後楽園大会まであと26日となりました。はい、はい、今日は特にお伝えするニュース最新ニュースはないので、はい、20周年イヤーの、レオンから、いろんなお話を聞いていきたいと思います。はい、はい、8月10日後楽園大会で20周年の記念大会を行いますが、はい、今の心境はいかがですか？はい、一度4月29日の後楽園でやる予定だったのが延期となってようやく、はい、実現するということで本当に楽しみです。20年を振り、はい、振り返って。そうですね、地元元アルシオンでデビューして、師匠がアジャコング選手、そしていろいろなガミさんや玉田さんやお向かいさん、秋野さんなどいろんな先輩に育てていただいて、そして、途中から JWP に入団しまして、V賞さんはじめ日向さんなどたくさん教えていただいて、はい、今のレオンがあると思っています。その感謝の思いを、はい、試合で、皆さんに届けられたらなと思います。はい、はい、まあ、試合を通じて感謝の思いを見てほしいということですね。はい、はいはい、そして、8月10日の後楽園大会には、はい、王者としてリングに上がりたいという、はい、はい、7月26日板橋グリーンホールで、はいはい、タイトルマッチが決まっていますが、はい、この試合も、もともと3月8日の板橋でやる予定が延期となって、4ヶ月半越しにようやく本当に実現する待ちわびた試合なんですけれども、去年ボリショイさんのインター工業で中森からベルトを取られて、それから今の間本当に悔しい思いをしてきたんで、はい、必ず私がチャンピオンに返り咲いてみせます。はい、なんか締めちゃったね今いや、すいません、まだ続くからね。そうです、はい、はい、そうですね、タイトルをなくなって、はい、そして、まあ、タイトル戦決まってるんだけども、はい、自粛生活の間、はい、やっぱりそれはすごくモチベーションが続いたと思うんだけど、はい、その辺どうですか、自粛中のトレーニングとか。はい、やっぱステイホームだったんで、家でできるトレーニングをいろいろと、はい、チューブトレーニングとかあんましなかったんですけど、そういうのも、はい、チューブやいろいろ自重とか、はい、たくさんやって、はい、この差別の試合があるから自分をより高めることができました。うん、はい、はい、で、あとなんかこう、はい、王者へのなんかこうメッセージとかこう、はい、私絶対ベルト取りますみたいな、なんかこうなんかないのか。はい、はい、王者へのメッセージ、王者中森へのメッセージ、あ、どうぞ。はい、中森が、はい、この私から取って、たくさんの人と防衛してきたんですけど、はい、私が必ず取り返して、これからのペアジア私が引っ張っていきます。はい、はい、で、7月19日カメアリナマッチでは、はい、前哨戦が組まれています。はい、はい、その辺りいかがでしょうか。中森春日萌香選手組対、はい、レオンマリーマンチです。はい、はい、前哨戦も、うん、もう本当にやばいな昨日マリが、はい、この前哨戦を食うっていうようなことを言ってたけど、ね、あ、見ました。はい、はい、本当に何度となくもう中森とは前哨戦を繰り広げてきたんですけども、本当に今週の日曜日がラストなんで、はい、もう別にそうですね、もう中森から勝つことしか私は今頭にありません。はい、そして、7月26の決戦の日に、はい、行きたいと思います。備えたいと。はい、うーん、中森のこうどういうところにこう注意してるとか。そうですね、もちろん蹴りは普段からずっと気をつけてはいるんですけども、なんか蹴り対策とかやってないの。蹴り対策、あ、はい、考えてます。絶対考えてないこれ。いや、まあ、一応考えてると。はい、うん、そうね、他になんかこう今の気持ちで言っておきたいこととか
20周年って言ったら、はい、私も本当にいろんなことがあったけど、こう、はい、20周年だからこう始めることってなんかないの？始めること、うん、はい、私はなんか20周年歌舞伎さんにヌンチャク習いにしたとか、なんか多分そういう何かしら新しい技を始めたとかね、はい、いつもなんか節目節目でなんかやってたんだけど、はい、そう、とりあえずでも今のもっともっとパワーアップしたレオンを、あの衰えるんじゃなくて20年を、超えたことでもっともっとすごいレオンをお見せしたいと思っております。20年を、はい、20年経ったことでこうさらに進化するというか、はい、20年って言ったらね、なんかこうさらにこのレオン自身に深みが増していくっていう年になるんじゃないかなと思います。はい、ね、はい、頑張ります。はい、もう頑張ってください。はい、はい、では今日はこんな感じで、レオンの今の心境を、はい、はい、皆さんに聞いていただきました、はい、明日もまた、ニュースをお伝えしたいと思います。はい、はい、後楽園ホールに向けて毎日このニュースを届けていくので、はいはい、皆さんぜひ、モチベーションにつながるので高評価お願いします。お願いします、はい、最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、ではまた明日、バイバーイ。ガー